無所属、岸田秀70歳。本籍岸和田氏。大阪、旭区生まれ。千林育ち。堺三池台在住。寛大法卒。寛大院修士修了。国際法。大阪府庁、行政上級。35年間在勤。 では岸田周さんの政見放送です政党職のある知事大組織の知事はいりません多くの府民が無党であるように私はあ無党派代表としてやっていきます、うん、私の主張は悪なき権力の追求を目指してをテーマに8つの問題点について主張させていただきます 1財政再建は大阪府民にとって最大の課題であります約6兆円の借金約900億円の利子負担は数万所帯の生活費になります知事は破産会社の社長であります分かりやすく府民に説明して借金の見通しを府民と共に考えなければ なりません終戦直後の状況を、うん、思って、えー、命に関係ないものは削減せざるを得ない状況です、うん、指定金融機関制度は検討するべきであると思います2首長議員は選,考と選挙と利益のために いかなる個人、企業、団体の私的な利益の誘導、圧力をかけてはいけません。それが行政を破綻させた原因です。府民の責任でもあります。三、府庁は経営体としての体を成していません。人事は公平・公正に行わなければ発展はありません。学校運営は極めて閉鎖的であり、 時には違い保権の勘がします。大改革が必要であります。4、大阪都構想は、公立手続きについて、検討中であります。しかし、財政再建が第一であります。5、私の選挙費用は、原則、供託金300万円。それだけしか使いません。高いと思います。返還は夢のまた夢です。 ポスター掲示1万2910箇所、はがき8万枚、ビラ30万枚は税金の無駄遣いです。選挙費用を少なくして、多くの人が立候補して選挙を承認のように、えー、しない、うん、ことです。現在、府、う、民、ん、は公民権の行使である、うん、非選挙権により,よりつきがたい状況であります。 現代にふさわしい選挙を考えるべきであります。今は江戸時代ではありません。テレビ、新聞、ラジオ、選挙広報があります。6、知事に政党職はいりません。大政党、大組織に関係ある知事はいりません。大多数の府民は無党であ,るうんあります。 選挙に多額の金を使えばその見返りを求めることがあります行政は公平公正公決の三経で行うべきであります七、犯罪防止と交通事故防止の対策を強化し命を大切にしたいと思います古くからの商業都市大阪は自由な、うん、発想こそは発展の原動力で えー、あると思います8位平和は核兵器の反対だけでなく国際紛争国連の国際使用裁判所オランダハーグに提訴して法によって解決することを目指すしかありませんその繰り返しによって国際社会の平和は実現するのです裁判所は日本をはじめ世界に数箇所、うん、必要であります 私の主張は発展は以上でありますが現在の選挙はポスターの作成掲示、えー、1万2910箇所必要ではがき8万枚ビラ30万枚自動車賞自動車等多額の費用がかかります金のかかる選挙は見返りを求めますそして府民、えー、と 知事の間を遠いものにします私は原則協卓金300万円しか使わないのでぜひ選,選挙候補を呼んでいただきたいと思っています政治の改革はまず選挙制度の改革は必要です政党職のある知事大組織の知事はいりません最後に、えー、無党派代表としての岸田氏を どうかよろしくお願いします大阪府知事候補者無所属岸田周さんの放送でした